高次元からのインスピレーションも受け取りやすくなりますし、太陽の強いエネルギーも波長してシンクロして受け取りやすくなります。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運年間7番目突破記念、いろんな開運グッズが当たる高見ヤード第2弾が開催しています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。ツイッターの中から一つ嬉しいご報告があったので紹介しますね。金運年間を読んでお墓参りをした後、机の掃除をしていたら1万5000円のへそくりが出てきた。家族で美味しいものを食べに行きましたとご投稿いただきました。おめでとうございます。結構忘れていたへそくりや、なくしたと思っていたお金がアクションの後に出てくるのが多いので嬉しいですよね。あと意外と多いのがライブチケットのご当選の報告です。倍率が高いチケットは当たると嬉しいですよね。金運が上がったご報告、ぜひ聞かせてくださいね。夏至の翌日の6月22日も一粒万倍日です。21日の18時14分に夏至を迎え、ここから1週間ぐらいは運気上昇して次のステージへ進む人が続々と現れる時です。夏至から1週間ぐらいはあなたを助けてくれるアセンデッドマスターの存在や天使など高次元の存在など、あなたの願いを叶えるため様々な形でヒントを届けてくれる時期です。そのヒントはインスピレーションを通じて受け取ることができるんですが、今の時期は直感が冴えていていつも以上に受け取りやすい時期です。そうして得たインスピレーションをもとに行動をしていくことで、今まで思いつきもしなかった方法で願いを叶えていく、そういった時期なんですね。今まで階段を上がるしかないと思っていたけど、エスカレーターがあるの？え？なんならエレベーターも？といった感じで、努力してなかなか進まなかったことがスッと進むヒントがやってきたりします。マリオで言うと土管に入ってワープしたみたいな感じですね。ちょっと分かりにくかったらすいません。そういったボーナスステージのような時期なので、この時期の運気を生かすアクションを今日はご紹介したいと思います。まずはじめに友人とのつながり、場を清める T 社の図から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。21日の18時14分の夏至に設立するので、22日の朝日は夏至に入って初の朝日となります。それだけでとっても特別な感じがしますね。夏至の前後1週間ぐらいは陽のエネルギーがとても強いので、朝日を見て強く神聖なエネルギーを浴びることで邪気が浄化されて、高次元からの導きも気づきやすくなるので、22日のおすすめのアクション一つ目は、なんといっても朝日を浴びることです。太陽の光を見ると幸せホルモンのセロトニンが多く分泌されるようになるので、気持ちが安定したり幸せを感じやすくなったり癒されるようになります。太陽のパワーってすごいですね。また太陽の周波数は奇跡の周波数と言われる 528Hz なんですね。この周波数に触れると人とのつながりを感じられたり、愛されてる感覚になってとても安心感を覚え、 DNA の修復や奇跡を起こすと言われています。実際に 528Hz を聞くとストレスホルモンを減少し、幸せホルモンの一つオキシトシンは増加するんですね。直感力も増す作用があるので、太陽の元旦と言われる夏至で1年で1番目がお日様が高く昇る日の生まれたての新鮮な気で包まれている朝日を見るってすごくパワーのあるアクションになります。セロトニンが分泌されるとポジティブな気持ちが湧き出るので、何か最近モヤっとしていたり気になっていることがあったりと、ネガティブに向いている時間が長いなと思う場合は、太陽の光を浴びるだけで浄化していきポジティブへと傾くので、見ない手はないといった感じですね。とってもおすすめです。一週間ぐらいは意識的に太陽の光を浴びるようにするといい時期ですね。そんなすごい太陽のパワー溢れる日に、またまた小さな目が大きく膨らむ一粒万倍日が重なっていますから、この日にしたことは万倍にも大きく発展していく運気となります。どんなことをすればいいかなんですが、この日の前歴は金35、青い和紙、青い手、音キューズ日です。金35の有名人にはユニクロの柳井さんや島田紳助さんがいらっしゃいます。ザ・先見性、
ザ・詳細といったお二人ですよね。夏至以降は変化も起こりやすいですし、青い手の作用でチャンスも巡りやすい時期なんですが、22日と26日は特に変化が起こりやすい日ですので、何か変化するような出来事が起こる可能性が高い日です。そして22日の特徴として、先のことを見越したり今後の計画を立てることや戦略を練ることが得意な青い和紙が入ってますから、いつもより視座を高めて物事が見れる日です。なので普段は気づかなかった、こんな風に進んでいけばうまくいくよね、あれなんで今まで気づかなかったんだろうと自分のことが客観的に見れる日です。そこにチャンスの青い手が加わり、夏至と一粒万倍も重なるので、未来を大きく変えるきっかけは訪れそうなんですね。どんなことが機運を高めていくかというと、おすすめのアクションは2つあります。1つ目は楽しい予定を入れるです。22日実行するとなると、仕事や家庭の用事などでできない方もいらっしゃると思いますので、実行する日は別の日でも大丈夫です。何より22日予定を立てることで、立てた計画が何倍もの想像以上の結果となって実ります。計画を立てるだけで実るということはないので、行動することはもちろん大事なんですが、ガイドさんからのインスピレーションも多い時なので、降ってきたアイデアを忘れず計画に盛り込めるという効果があります。この日は前歴が音級で、楽しむことがキーワードになるので、大事なのがワクワクする、やってみたい、そうなりたい、楽しそうと心は喜ぶ予定を入れることです。やっぱり楽しくないとやる気って出てこないので、こんなことやってみたいと思えることがいいんですね。そうじゃないとこれを勉強した方がいいだろうなっていうことを予定に入れると、スケジュール帳やカレンダーを見るたびに苦痛になってしまいますし、自分軸ではなく他人軸になってしまうので、行動するのが楽しくなくなります。運気がいい悪いだったり、仕事のためにはこっちかななど、そういったことは一旦置いといて楽しそう。スケジュール帳を開くたびにワクワクする、その予定を一つ入れてみましょう。自分軸ということは自分の心、ハートが軸になっているということでもあるんですが、こういった時は波動がとっても高い状態ですので、いい出来事を引き寄せてくれます。今までと違った人とのつながりや情報を連れてきてくれて、この夏至の期間に大きく進化するアクションになります。自分へのご褒美に未来のワクワクな予定をプレゼントしてみましょう。また青い和紙が洗練された計画を生み出して、いいアイデアが出て今後の羅針盤となるような計画が立てられる時なので、下半期の計画を立てるのもおすすめです。二つ目のアクションは自分へのご褒美です。一つ目と似ているところがありますが、前歴の青い手のキーワードが癒し、体験などがあるんですね。リラックスされることや癒されることが運気を高め、青い手の得意なチャンスへと連れて行ってくれるんですね。ですので、あなたを癒すということも運気アップアクションですし、今年半年間頑張ったあなた自身にご褒美をプレゼントすることで、癒されて満たされるとみるみる波動が高まります。波動が高い方が高次元からのインスピレーションも受け取りやすくなりますし、太陽の強いエネルギーも波長してシンクロして受け取りやすくなります。あなた自身がご機嫌に心地よくなるためのご褒美をすると、波動が万倍にも高まり、素敵な出来事へとつながります。癒しということで、マッサージや映画などもいいかもしれませんし、ずっと欲しかったものや今日はスタバをベンティーにするなどもいいかもしれません。ワンちゃんや猫ちゃんとのゆっくりする時間を自分にプレゼントするのもいいですし、ご機嫌になれることと心地よいと感じれることでしたら、どんなことでも OK です。ぜひワクワクの予定や自分へのご褒美、あとエネルギー満タンの朝日を浴びて運気爆発させてくださいね。22日も参拝はいい日です。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。